Ok. Allora, parliamo della, della nascita del 皆さん、はじめまして。それでは、私から EB110 プロジェクトの誕生のいきさつをお話ししましょう。このプロジェクトのテーマは現代にブガッティの名声を復活させることでした。過去においてブガッティは常に革新的なプロダクトを作り続けてきました。特に斬新なデザインと高いテクノロジー、そして優れたパフォーマンスをうまくミックスさせて作り出された車は際立っていました。もちろん当時のエンジニアにとってもこれらの条件をクリアすることはとても大変なことでした。そして現代にこのブガッティという名声を復活させることが今回の最大のテーマだったのです。私たちはこの EB110 の誕生によってブガッティが復活したことを皆様にお伝えします。このモデルは四輪駆動、12気筒5バルブ、そして4気のターボを備えたベルリネッタモデルです。ご覧の通り2タイプがあります。ブルーのタイプは現在生産に入ったばかりのスタンダードタイプです。そしてシルバーのモデルはスポーツタイプでレース用に開発されたものです。スタンダードモデルはホモロゲーションのテストでは560馬力の最高出力と63キロの最大トルクを記録しました。さらにテスト走行では時速342キロの最高速度も記録しています。また加速に関しては0100キロがわずか 3.46 秒という素晴らしいデータも出ています。そしてスポーツタイプは前後のフードをカーボン FRP、 サイドとリアのウィンドウをポリカーボネート製として、さらにパワーウィンドウや内装のウッドパネルなどインテリア関係を簡略化してスタンダードモデルより200キロほど軽量化されています。またエンジンもさらにパワーアップが図られ、現在ベンチテストでは600馬力をオーバーしています。そしてこれらのチューニングによりこのスポーツモデルでは0100キロ加速 3.2 秒に到達すると予測しています。これが私たちブガッティの現在のプロジェクトです。そしてこのような素晴らしい車を作るために私たちは毎日頑張っています。ブガッティの工場はとても広くて綺麗ですね。採光性に優れた設計なので
自然光で作業ができます。まだちゃんとラインができてないので、広く見えますが、やがてここにラインができてたくさん車が並ぶことになります。これは何をしているところですか？これは水平な台の上においてボディをチェックしてるんですね。歪みとかねじれとかそういうものをきちっと測ります。生産初期ではこういうことをしなければならないわけです。こちらはエンジンの製造工程です。ブガティ車は新しいので最新の切削マシンを導入しています。これが出来上がったシリンダーヘッドです。反対側を見るとファイブバルブっていうのがよくわかります。こちらはカムシャフトを削っているところです。カムが2つ出ているのは排気側のカムシャフトだと思います。これポートを研磨しているところですね。こうやって手作業で進められます。そして、エンジン出来上がったエンジンのチェックというのもいちいち人間の手で測って記録されます。これが組み上げたエンジンの単体です。60度バンクの V12 気筒の片側に2つずつ、ターボチャージャーが計4つあるのがよくわかります。こちらが組み立て工程です。完成したボディにエンジンなどを組み込むわけですが、四輪駆動ということもあってかなり作業は複雑です。こうして新世代のブガティがいよいよ誕生し、間もなくデリバリーされます。アルティオーリ社長にメッセージをいただきました。この EB110 は91年の9月にパリで発表を行い、今年の6月下旬に生産をスタートしました。現在少しずつ製造をスピードアップさせており、今年中には1日1台のペースになると思います。そして生産第1号車は9月末にデリバリーの予定です。日本に関しては来年の3月下旬から4月にかけてプレゼンテーションを行う予定です。ここで皆さんに先立って発表しますが、ブガッティは来年度から GT インターナショナルのレースに参加します。すなわち GT 車用のレースカテゴリーが新しくできるので、そしてそのレースに参加するためのモデルがスーパースポーツモデルなのです。どうぞ期待していてください。ブガッティは他の車とは違います。それは芸術的コンセプトからスタートして技術的コンセプトへと昇華させているからです。すなわち EB110 は優れた芸術作品でもあるわけです。もちろん技術的にも最高速度342キロとオンロードカーの中で最も速い車です。そしてブガッティに乗るということは感動を手に入れることです。運転する喜び、そして生きるというセンセーションをこの車は与えてくれます。この種の車を愛する人々のみが感じることのできるとても素晴らしい感動をブガッティは持っています。日本でたくさんの人に会えることを楽しみにしています。